マハーバーラタ、マハーバーラタ、マハーブハラタは古代インドの宗教的、哲学的、神話的上司史。ヒンドゥー教の聖典のうちでも重視されるものの一つで、グップタ朝の頃に成立したとみなされている。マハーバーラタはバラタ族の物語という意味であるが、元は単にバーラタであった。マハー、偉大名がついたのは、 神が、四つのベーダとバーラタをはかりにかけたところ、はかりは、バーラタの型に傾いたためである。ラーマーヤナと共に、インド二大女子詩と称され、インド神話を構成する重要な文献の一つである。また、世界三大女子詩の一つともされる、他の二つは、イーリアス、オデュッセイア。作中人物の一人でもあるビアーサの作と、みなされているが、 実際の作者は不明である。原本はサンスクリットで書かれ、全十八巻、十万施設、二十万行を超えるとされる。これは、聖書の四倍の長さに相当する。物語は、世界の始まりから始まる。その後、物語は、パーアンダバ族とカウラバ族、この二つを合わせて、バラタ族、バーラタの争いを軸に進められ。 物語の登場人物が誰かに教訓を施したり、佐渡したりするときに違う物語や経典などが語られるという構成で、千代人よ物語と似た構成になっているが、大きな相違点として、パーンダバ王家とカウラバ王家の争いの話自体が語られる物語であることが挙げられる。数々の宗教書も、マハーバーラタの物語の登場人物をして語らせることも多く、 バガバットギーターは著名な部分であり、宗教上、特に重視されている。パンチャーラ国には、ドルパダ王子と仲の良いドローナという少年がおり、ベーガを共に学んでいた。やがて、ドルパダは国王になると、ドローナに、幼い頃は我らの間に友情があったが、国王とそうでない者との間に、友情は成り立たないとさとした。ドローナは、パンチャーラ国を後にすると、 クル族のパーアンダバ国に入り、やがて首都ので腰を打ちつけた。ある日、五人の王子たちが困っているところに出くわし、助けたところ、壊れてある条件と引き換えに教師になることに同意した。弟子には、五人の王子たち、ユディシュティラ、ビーマ、アルジュナ、ナクラ、サハデーバの他に、カルナがいた。ドローナは彼らに戦い方を教えると、かねてからの約束通り、ドルパダオを捕らえるように願い出た。 弟子たちはパンチャーラ国に攻め入り、ドルパダオを捕まえた。ドローナが国王とそうでない者との間に友情は成り立たないのだから、君の国を奪ったのだよと言い放ったが、ドルパダオの懇願を受け入れ、ガンジス川の北をドルパダオに返還し、南にドローナの国を作ってパンチャーラ国を分割した。ドルパダオはいつかこの屈辱を晴らすために行うと、双子の兄弟、 ドゥリシュタデュムナとドラウパディが生まれた。ドラウパディが絶世の美女に成長するとドルパダオは花婿選びを開催した。カルナは優れた弓の名手ではあったがクシャトリア以上の階級という条件に合わなかったため拒否された。パーンダバのゴージを亡き者にしようとするカウラバの卑劣な策略から逃げ延び身分を隠して参加していたアルジュナが勝利すると パーンダバのゴ王子は、ドラウパディを連れて、家に来た。アルジュナの母クンティは忙しくしていたため、アルジュナがドラウパディの、花婿選びで勝ったというゴ王子の報告を、宅発して、瀬物を集めてきたものと勘違いし、兄弟で等しく分かち合うよう言った。こうしてドラウパディはゴ王子が共有する妻になった。また、アルジュナは転生したインドラである。ユディシティナが大きくなると、 フオーパーンドゥの後を継いでいた王子の盲目王は来る国の半分をユディシュティラに与えた。ユディシュティラは野の王宮に住むようになった。盲目王の子ドゥルヨーダナは後王子の幻想宮殿を訪ねた時、水の中に落ちてしまい、ドラウパディの女中たちがそれを喜んで眺めた。もともと次の国王は自分だと思っていたドゥルヨーダナは、この扱いに激怒して陰謀を巡らす。ドゥルヨダナこそ、 悪魔の天心である。ドゥルヨーダナの怒りを知ったビーシュマは、首都を分割して、ユディシティラに与え、平和を維持することを提案した。カウラバノが図ったが起こり、ユディシティラはすべてを巻き上げられ、王国も失ってしまう。ユディシティラは、妻ドラウパディすら賭けで失い、彼女は奴隷にされた。かつて身分の違いを理由に袖にされたカルナは、罪のない彼女が男たちに裸にされ、 恥ずかしめを受けようとすることに加担し、奴隷女と罵っした。サイコロ賭博事件の結果、ゴ王子は十三年間にわたる森の中での逃亡生活を強いられた。その後、パーンダバ王家はゴ王子たちカウラバ王家からの王国奪還を要求し、対立が深まった。アルジュナがシドローナに弓引く戦争をためらっていると、いとこのクリシュナが自分の正体はビシュヌであることを称し、 道徳的義務を遂行する自分のダルマを果たすべきで、友人や知人の死で苦しんではならない。彼らは、肉体の死によってその病んだ魂を純粋平和な、世界へ解放することができるのだから届いた、バガバッドギーター。で、カウラバ王家は全滅する。カルナはアルジュナによって殺され、昇天して、太陽神スーリアと一体化した。ドゥルヨーダナは、ビーマに殺された。 ドロウナは、ユディシキラに捕まえられたところを、ドゥリシュタデュムナに殺され、秘宝を聞いたアルジュナは、死の死を言ったんだ。東南アジアでは、インドに大女事し、ラーマーヤナと、マハヤバーラタは、共に、王権、クル族を祖先とする王家の正当性を強調する、ものとして本案され、支配階級のみならず民衆の間でも親しまれている。ベトナム、チャンパーの碑文やインドネシア、ジャワ、 バリの古典文学及びワヤンクリットにおいては、クル族両王家のうちカウラバへの共感が見られる。七世紀のチャンパー碑文によれば、チャンパーとカンボジアの王は、カウラバのアシュバッターマン王子、ドローナの槍の継承者の子孫である。ジャワにおける、本案、コジャワ語文学、カウィ文学では、パーンダバ型の血統でありながらカウラバ型についた、カルナ、ジャワ語カルノが、アルジュナ、ジャワ語、 アルジュノと共に二人主人公と目され、カルノは心はパーンダバにありながらカウラバを滅ぼすためにカウラバに着いたと改変されている。マハーバーラタに限らず神話は創作か事実をもとにした物語か問題になることが多い。マハーバーラタに記されたインドラの雷の描写は現代の核兵器を想起させる。このためラーマーヤナと共に 超古代文明による古代核戦争説の証拠と、みなすものもいる。しかし、創作の場合でも登場するのが神であることから、核兵器に匹敵する能力が描写されていたとしても、不思議はないというのが、一般的な考え方である。日本で出版されたもののみ記す。インドでは何度も舞台化されているため、ここでは、日本国内で上演、出版されたものを記述する。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。